ちゃんがついてるから。私の友達は消化エリアだけ、他の人なんてどうでもいいですよね。私の友達は消化エリアだけ、他の人なんてどうでもいいですよね。みんなに美味しいコーヒーを飲んでもらいたいから、ついついサービスしちゃうのよね。友達とカラオケに行くと、たくさんリクエストをいただくんです。家に一人でいると、時々誰か来てくれないかとそわそわしてしまいます。コミュニケーションの基本は挨拶から。おはようございます。どうしたら詩を作れるかって、たたられそうなくらい怖いって噂のホラー映画が流行ってるの。誰か一緒に見てくれないかな。